皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は連休の中盤ぐらいですかね、休みなので出かけます。今日どこに行くんですか？今日は博多に繰り出します。博多に行きます。久しぶりやね。こっちにいるともう全然都会の方に出る気がしなくなってきて1ヶ月ぶりぐらい。東京に帰った時はいろいろ行くんで、こっちでは基本的に行かないんですけど、遊びに行きます。遊びに行きますってご飯食べに行きます。それではそんな Vlog です。よろしく。はい、お好み、これは彩り、はい、ちゃんと入れたね。そう、超混んでる。どれぐらい並びましたか？オッケー、買いました。お腹いっぱいすぎ、最高でした。これはプレミア公開だから、はい、お願いします。あ、はいはい、ナンバー29。買い物は一通り終わりました。何買いましたか？ザラのセールで、はい、自分のセーターと、うん、娘の服を買いました。ありがとうございました。買い物ができました。ユニクロとかザラ行ったんだけど、欲しいものが全然ないな。欲しいものがないっていうか、なんか物欲がなくなったの。物欲なくなった。まあそんな感じで、今からちょっと太宰府天満宮に梅貝餅を買いに行きます。どっから入った？こっち上がっていっちゃダメじゃない？いや大丈夫大丈夫、ちょっとこれ行ける。相変わらず方向音痴ですね。治らないですね、これは一生無理ですね、完全に。太宰府天満宮に着きました。イエーイ。久しぶりに梅貝餅を買いましょう。梅貝餅はどんな餅ですか？梅が入った餅です。違います。梅のマークが刻印されたお餅です。中にあんこが入ってる。まあまあ人気あってますね。どこで買おうか。おすすめのお店があるんですよね。いや、おすすめの場所は分かんない、はい、そこでしょ、天城屋の前の。いや、分かんない。でもこの前、天城屋テレビ出てたよ。平田屋、平田屋さんに買ってみよう。焼いてるから。うん、2つ出来たてを。焼きたて2つください。260円。座って食べる？座っていいのか？いいじゃない。ここはちょっとあんこが少なめですね。あ、いつも買うのはこっちだもんね。ここ、甘木屋さん。あ、
美味しい美味しい。もうさ、さっき平尾で天ぷら食べたから、うん、腹がパンパン。それあんこが全然入ってない。全然あんこ届かない。ちょっとすっぱい。あんこ下にいっぱい入ってる。ちょっと柔らかい系なんで、ここはね、ちょっとお店で違うね、またね。違う。昔全然甘いもん食べなかったけど、最近食べるもん。和菓子の方が好きでしょ。まあまあいけてる。おいしい。うちのカハナちゃんもいつか誰かとデートしに来るの。ねえ、するよね。こっち住んだらこういうとこ来るんだろうね。いいよね、でも太宰府天満宮デート。神社にデートって行けてない？うん。東京のさ、神社ってすっげえ混んでるイメージある。うん。落ち着いてんじゃん。わかんないけど、どうなの？そうだね、わりかしあの、なんだっけ、お正月とかじゃなければ空いてる。浅草みたいな感じだよね、すごくね。どっちかっていうと谷口さんのお店も、もう今日は終わりですね。こちらのお店も閉店中。早いね、結構閉まるのが。木刀買って帰ろうかな。怖いんでやめてください。もう一個食べたい。え、もう食べたの？うん、別の店のやつ食べてみたい。やばい。じゃあ今日はそんな感じですかね。うん、二人で帰ろうか。デートに行ってみました。はい、プレミア公開にすると思います。都会はちょっと疲れたね。やることなかった。うん、じゃあまた。ありがとうございました。